どうも、パフォーマンストレーナーの宗之助です。今回はですね、演技概要ですね、ジュリンちゃんの次にというか、たまたまですけどね、シエトラ、シショタロウくんの実験も見たいと思います。これ皆さんね、知ってるかな、この方。この曲、僕、本当個人的にすごく好きで、ダウンロードしたぐらいなんですけど、もう僕はね、自分のバイブサーが、このユミキエリノちゃん、知ってますか？ギターする、プロギタリストの子ですけども。ユミキちゃん。はい。彼女がこの、ゲラギターのアレンジをしているんですけども、めちゃくちゃかっこいいんで、ぜひ聴いてみてください。僕はもうこういう結構クラシックの好きなのと、あとね、TikTok とこれどっち上げようか迷ったんですけどね。まあせっかく、このね、フルで上がってたんで、なんですけど、この翔太郎くんもめちゃくちゃいいパフォーマンスするんでね。ああ、やっかね、好きっすね、このパフォーマンスが。はい、それでは見ていきましょうか。実はこれは見てないです。韓国語ね、僕も勉強して、ちょっとね、読めはするんだけどね。ちょっとね、韓国語もうちょっと理解できればいいなと思うんだけど。うおー。ほんとね、めちゃめちゃ足の運足いいんだよね。かっこいいよね。うおー。すごいね。これ身長はちょっと僕どれだけか分かんないんですけど、翔太郎くんは何だろうね、イメージで言うとなんか JO1 の蓮くんとか、あと INI の木村柾哉くんとか僕すごく好きですけど、なんかその中間って言ったらまた違うんだろうな。でも翔太郎くんは翔太郎くんなんだろうけど、すげえしなやかで、僕の中でなんかちょっと線が長いっていうか、ラインがすごく長いというか、スムーズにこう長いんだけども、それをめちゃくちゃバチバチに動くっていう感じ。わ あ、めちゃめちゃシャープじゃないですか。おすげえいいよね。僕だってこれ、翔太郎くんからじゃなかったかな、チッケム取り出したの。すげえ足にトーンと突っかけるのが、もう、ビジュアルがすごく柔らかいからね、あれですけども、めちゃめちゃシャープなんですよね。力強いというかね。相当ダンスうまいと思うんですよね。ダンスも体の使い方も。ウィー。おお。いや、これほんといいっすよね。この使い方ね、このインに入ってる感じと、これあれですよね、ヒルトステップっていうか、ヒルトステップのこうアレンジっていうか、こっちのアレンジですね。これを弾いてるんですね。ボンボン。弾いてるっていうか、寄せたインをアウト、アウト、アウト。そこに股関節のアイソレが入ってるんですね。股関節のアクセントっていうのは結構ブン、ブンってすくってると思うんですよね。なかなか速報の傾斜ってこんな股関節内旋してる、外旋取った時にそんな大きく出るもんではないですけども、これ、こういう動きいいなと思うのが、めっちゃ弾いてるのと、頭が足の中心に乗ってますよね。スッて。それだけそこに対してのアライメントを取るぐらい、アイソレ取ってるので、これが逆に、
かかとが入りきらない、股関節が外旋しきらない、もしくは、この重心っていうものが中心側に寄ってくると、多分これだけの動き出せないですよね。体重のシフト動作をめちゃくちゃダイナミックに使ってるから、これだけこういう円形のなんかエネルギーにこう見えるっていうか、横方向にこうちゃんと動けるんですね。だこの体重のシフト、本当ダンサーさん特有の重心の取り方ですよね。そう、左にこう少しこうシフトして外旋取ってくるって、ブンブンっていう。で、ここのスクープがすごいですよね。ここのこの上半身の質感、ここ柔らけえ、めちゃめちゃこれ股関節から引っ張ってできるみたいな、こういう質感出ない。本当にこのラテラルラインめちゃめちゃ柔らかい、ほんまに。うーって、ここのダラダラダってこう、この体のキレ、絞りめっちゃかっこいい。足の上がり方とかほんとかっこいいっすよね。マジダイナミックなんですよね。そう、なんかね、もうフットアップとか、そのインアウトとか、例えば速歩傾斜のアイソレとか、そのなんか基礎という基礎で体使う、体をこう動かす、いわゆる機能解剖学的なこの動き、屈曲とか外旋とか内旋とか何でもいいんですけど、そのいわゆる可動域、ロムっつうんですけど、レンジオブモーションで、それを、まあこれ能動的なっていう動きではないと思うんですけど、まあいろんな反動とか使う、まあ、とにかくその可動域のコントロールとその基礎っていうのかな、それがもうめちゃくちゃマキシマイズに使えてるな、使えるんだろうなと思うんですよ。だからめちゃくちゃ基礎練やったんじゃないのかなってすごい思うんですよね。いろんな基礎ね。すっごく無駄な動きがないし、まっとうなとこでバコーンって可動域取ってくるんで。しかしビジュアルが。いやー、なかなかいないと思うんですよね。ニキ君とかってどっちかっていうと、少し最近はもう身長が、多分あの子多分ね、そのあのリキ・ジャクソンって有名になった時と比べると、多分ニキ君、エナイプのニキ君って多分めちゃめちゃ身長が急激に伸びた子だと思うんですよね、あの骨格。だからニキ君少しこういうカイフォリックな、少しストラクチャーなんですけど、翔太郎君の方が芯が強い感じがしますね。強いってあれですよ。なんていうの、テイスト？めちゃめちゃ動く。本当に、これ、やばくないですか？本当に、もう、ちょっと言葉選べないぐらい。あんまり偉そうに言えないからなんですけど、なんか人間が本来持つ可動域のもう全てをダイナミックに使ってる感じがするし、僕が好きな点は姿勢のアライメントが崩れないタイプ、これ大好きなんですよね。パチーンって芯でピーンっていうこう線が硬いとかそういうんじゃないです。体幹が強いとかそういうんじゃないです。そんなんじゃないの、本当に。いかに無力というか力みがなくて、なんだけども絶対折れない、なんか綺麗なまっすぐな線っていうのかな。その中でこういった筋からこうやって動く体の組織だったりがもうめちゃくちゃダイナミックに動いてる。股関節のこのハイキングとかもね。絶対いいよこれ。いやー、いいっすね、ほら、つっかけマジでいいっすね。今回ね、ニュージーンズじゃニュージーンズじゃないわ XG ちゃんのね、ニューダンスにもこのステップ入ってますけども、これね、
かり90度取ってくる。すごいですね。突っかけた足パッと中心に引っ張ってきてるっていう。これ僕らの世界で head over the foot って言うんですけど、 head over the foot、 うん、the true balance っていう。人間は頭こう中足を割った時に頭がこう股の中にあるじゃないですか。これで片足上げると、皆さんやってみると分かると思うんだけど、このまま気をつけの状態で足を上げようとすると絶対倒れるでしょ。ね、絶対倒れるでしょ。足、このまま頭を中心に置いて足を上げると絶対に足を上げた方向に倒れるんですよ。だから絶対人間っていうのは頭をシフトして、頭が足の上にあって片足が上がる。小さなシフト動作で我々はバランス取ってるんです。で、これが不思議と、年々みんな朝もそうです、まあいろんな人間もそうですけど、四肢底面っていう足の幅が広がってくるから、わかりますよね。足が広がれば広がるほど、これよくダンススクールで見ますけど、足が広がれば広がるほどバランスを取るのが難しくなる。体重の移動が難しくなるじゃないですか。足広げれば広げるほどね、まあ、ダンスやってる人だったらなんとなくわかると思うんだけど、だからできるだけバランスっていうのは真ん中に真ん中に揃っていて、シフトした方が早いし、より早くバランス取れるし安定するんですよね。で、こういった体重のシフト動作っていうのはやっぱり動く上ではすごく重要なんですよね。だからシフトが明確にちゃんとできないと、こんだけダイナミックに動けないっていう。こう、ダンサーさん特有なんだよね。ポーンって前足で弾いて移動するっていう。なんかよくあるんですけど、なんか開脚ができるからとか体が柔らかいから、そんな関係ないですね。この動きに関しては、こういった動きに関しては、より反射力とコーディネーション能力って言って、そういったどっちかというと、まあ自然に察知できる、うん、体の中のシステムのスペックが高いっていう風に思った方がいいかもしれない。こういったところのもうアイソレとか綺麗すぎるでしょこれ。くわー、ほんとダイナミックだなこれマジで。もうこれさ、ブーンって帰ってきた時のもうこのこれでもう上飛んじゃってるからな、これすごくないですか。これで足浮いちゃうって、どんだけダイナミックに動いてるかってことですよ。本当にもう自分がちゃんとダンスやってるの言ってるのは恥ずかしいですけど、なんかそのすごい羨ましいですよね。で、自分たちが動きたいっていうその領域からさらに一線外して体使えるっていう、もう一線も二線も外して使えるっていうのは本当に羨ましい。リミットとか考えてる様子が全くないじゃないですか、本当に。やばっす。どうなってんの？これ結構過去一というか、今年一かもしれない。このパート。かっけー。来てるバチバチ。どんだけ練習してるやろこれ。ちょっと待って、ここやばいよね。もうこれ見てください。これわかるでしょ。ヘロブフイヘロブフイクブオ。この表情なんか狂うね、脳みそが。やば、いやめっちゃめちゃいい動きする。くわ、
すごいっすよね。このまま左ってぶち当ててる中で、ああ、もうこのラインが綺麗すぎる、もう。この水中線が。本当に。くわって、球心的に入ってる、ローテーションのない、球心的な体のひねりと、左方向に対してのシフトの動きが、ブン、ブン、ブンってぶつかって合ってるんですけども、この綺麗な芯ね。すげえスパイラルでしょ、手の使い方とかも。うん。で、明確なこの左の股関節の外旋もそうだし。本当リミットがない、制限がない。もう僕らもこういう自然なとこでこうブワーって均位的に動けるっていうの、これがもう本当羨ましい。かっこいい。見てください、これ。この皆さんにはどう映るか分かんないですけど、人間このショルダーハイトっていうもの、このね、ショルダーハイトのこの上下出せないですからね、俺。こんだけ違うからね。どこが関与してるか分かります？これ、皆さん。見て。この動き 見てやってみてください。どこの関節をどうしたらこのシルエットができるかってことを考えてみてください。指導に当たると、そういうことが結構大事なんですよね。うん。これ、まあ不思議なのが、かかとが浮いてて、そう。でも、左股関節がちょっと落ちてるように見えて、右側のベルトラインが上がってますね。つまり、右のヒップアップして、肋骨を落としてる。そうすると、こうやって肩が落ちるわけです。で、肩が落ちてるっていうのは、肋骨がこうやって倒れてるんですよ。うん。だからわかります。僕は均位的に動くって言っているのが、肩を下げるんじゃなくて、そっからもっと体の中心にある骨たちが一緒に使うともっと体が動きます。そっからさらに肩を加勢すると動くんです。そこででも重要になってくるのはこの首のスペースですよね。このスペース。そうだ、それぐらいこういった組織のストラクチャーが柔らかく自由化されて動かないと、この動き出せないんですよ。うん。これ逆になってますよね。で、これ手がこうやってキープされてるじゃないですか。こう脱力してるじゃないですか。で、この手の脱力のキープ、これケプラーの、ヒカルちゃんの時も説明したかもしれないですけど、肩から先がスコンって抜けてる状態。これが出ないと、まあ、ある武術家も言ってたんですけど、力っていうのは床からも、まあ、自分の中からも作り出せるのかもしれない。反力からもそうだし、いろんなところから掲示して、手先、遠位的って言って、足先、手先に出すことができるんだけど、例えば床からこう伝わった力がこう手に流れていくってことを考えたときに、こうやって体から流れてって、大体の人がスタックするのがここかここですよね、今の人。まあ、ここの胸部も動かないだろうけど、まあ、ある一特殊な、やっぱり今訓練しないと。だから、こんなところに何かスタックするポイントが来てしまうと、例えば力んで上がってるとかっていうと力みになってしまうので、もう動きを出す段階からこの手が挙上しちゃうんです。そう、力んでると、あと力んでるとこういった側屈が取れないです。これだらっとしてるわけじゃなくて、股関節伸展してこう肩落としてるので、彼の中ではすごくもう力が抜けてる状態なんでしょうけど、我々一般がやろうとすると結構不可能に近いですよね。この質感にならないです。線なんで。わかるかな？ほら。おお、出てきちゃった。どうしたよ。おお、わかるかな？通すでしょ？ライン取ってるでしょ？ライン取ってるでしょ？これがダンスの、うわ、これ。右足からこう流していく。流していく。ああ、これバウンスめっちゃいいっすね。バウンス。もうこの10、このバウンスはすごくもう、なんだろうね、ほんと、綺麗な形容詞が見つからない。フルエル、スーパーボール、ババ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 ってやってるような感じ。僕の目の中では。
ちょっとシーウォークっぽくてかっこいいです。いや、ほんとね、この絞りマジかっこいい。ブーン、これ。このスクーブマジかっこいい、この右側。うん。めちゃめちゃ中心線に絞れてるから。ブーン。かっこいい。いや。かっこいい。いやー、ちょっとね、現れてきちゃいましたね。最近ね、僕の勝手なあれなんですけど、ちょっと自分の好きなナンバーワンパフォーマーみたいなちょっと動画を作ろうとしてたんですけど、まあ作ろうと思ったらものすげえ翔太郎くんみたいなのが出てきちゃうので、もう大変だね。でもやっぱ翔太郎くんのやっぱパフォーマンスは、うん、めちゃ好きやね、個人的には。うん、でやっぱ手足も長いし、うん、なんせ一番なりたい顔この顔で生まれてたら世界が変わって、もう生まれ変わってもなれないでしょうね。さよなら。